ジョージ・プラット・ラインスジョージ・プラット・ラインスは1940年代を中心に活躍したアメリカの写真家ジョージ・プラット・リンスと表記されることもある英字でジョージ・プラット・ラインズと表記されて ABC 順では P の位置に配されることもあるニュージャージー州生まれ大学に備えるために1925年にパリに送られたがそこでガートルード・スタイン グレンウェイウェイスコットに出会い、その後の彼の運命を変えることとなる。1927年にアメリカに戻り、文学の道を志すようになり、ニュージャージーに本屋を開いた。写真家になるつもりはなかったが、友人たちのポートレートを撮影し、自分の本屋に飾っていた。その後フランスに戻り、数年の間、カメラを片手にヨーロッパを旅行して回る。その間に、 ジャンコクトと信仰を深めた。1932年、ニューヨークで展覧会を開き、自分のスタジオを構えるようになる。すぐにハーパースバジャーや、防具などの雑誌から写真を依頼されるようになる。1940年代になると、ファッション写真への興味が薄れてゆき、ギリシャ神話を題材にした作品を制作してもいる。40年代半ばに、ニューヨークを離れて、 ハリウッドに移り、防具スタジオのチーフフォートグラファーとして、キャサリン・ヘップバーン、ロザリン・ドラッセル、クロリアス・ワンソン、オーソン・ウェルズなどのハリウッドスターや、オルガス・ハクスリー、イーゴリスト・ラビンスキー、トーマス・マンなどの写真を手掛ける。ファッション写真及び、ヌード写真を得意とし、特に、男性ヌードを配した、室内作品が多い。室内における、ものや、人物の配置等により、 シュルレアリスム的な感覚も表現されている。まとまった男性のド作品としてはかなり早い時期のものと言える。日本の文献には彼を大きく取り扱ったものはなく、また美術館における展覧会で取り上げられたことも皆無と言ってよい。ありがとうございます。